横浜スタジアムです。高校チーム対中日ドラゴンズ22回戦の模様をお送りしてまいります。高校チームの先発はルーキーの、対するドラゴンズの先発は右の斉藤、この両投手の投げ合いです。まもなくプレイボールです。まずは1回の表、バッターは大島。第9投げました、パームはボール、わずかに外れました。第2球投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボールのストライク。投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。第4球を投げました、変化球ストライク、インローへ追い込んで、第5球投げました、低め際どい、ボール、わずかに外れました。カウントは3ボール2ストライク。投げた、打った、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッター立浪、第1球ボール、第2球サークルチェンジはボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール、投げた、低め、ボール、カウント3ボールのストライクです。次は4球目、投げた、ストライク。第5球投げた、低めいっぱい、ストライク。次は6球目、投げた、アウトコース高め、空振り三振。ここは三振に切って取りました。第1球投げました、縦のカーブ、ボール、1球外してきました。投げました、アウトロー空振り。投球はこれから3球目、アウトロー際どい球、ボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。投げました、打ったい当たりだ、クリーンヒット、ルナヒットを放ちました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、打ちました、初球打ち、ファールボール、初球ファールから投げました、インロー空振り、タイミング合いません。追い込んでから第3球、打った、痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、二塁はセーフ、矢沢ヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。第1球ボール、これはわずかに高いか。第2球投げた、2球目空振り、セカンドランナーチラッと見た、投げた、低めボール球打った、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。高校チーム立ち上がりを無得点に抑えています。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9球初球を打ちました、センターフライ、飛距離は出ていません、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9投げた、変化球ストライク、低め。第2球投げた、インロー際どい球、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、打ちました、いい当たり、二遊間ライナー破った、センター前ヒット、クリーンヒットです、ヒットを放ちました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球初球外れても、1球外してきました。第2球ストライク、タイミング合いません。投げました、ストレートはボール、カウントは2ボール1ストライク。さあ、4球目走った、キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、盗塁成功です。今シーズンここは歩かされます。右バッターボックスは4番、シーズン最多本塁打記録を狙います。第9球初球カーブは空振り、タイミング合いません。さあ、次の投球ストライク、投球はこれから3球目、打ちました、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースター、二塁送球、二塁アウト、アウト、ゲッツー、
スリーアウトチェンジ。高校チーム先制のチャンスを逃しました。高校チームダブルプレーでチャンスを潰しています。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターは2000本安打の好打者和田。投げました、サークルチェンジャーボール、わずかに外れました。投げました、打ちました、掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター高木、第9、投げました、初球を打った、ファール。さあ次の投球、投げた、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った、うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッター2000本安打の好打者谷繁、投げた、ボール。これは外れます。第2球、投げた、外れた、ボール。わずかながら外れています。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、見送ってストライク、投げました、ストライク。タイミング合いません。さあ投球は5球目、投げました、アウトコース、外れてボール。ボールカウント3ボール2ストライク。投げました、外角高め、空振り三振。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。2回の表が終わってドラゴンズ無得点で終了です。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9、初球から打ってった、あっと左中間、どうだ、これがヒットになります。ボールが転がる、ボールは中継、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは6番、第9、初球引っ張った、ショートバウンド、ここは守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナーは2塁、変わりません。第9、投げました、変化球ストライク、インハイへ。第2球、投げました、ボール。バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク、投げた、ボール。ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク。次が4球目、投げた、打ったい当たりだ、センター前、クリーンヒット、センターバックホーム、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています。バッターは8番、第9、外を際どい、ボール。第2球、ランナースタートを切った、キャッチャー送球セーフ、二塁はセーフ、ランナーが二塁に進んでいます。第3球を見送ってボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、4球目空振り、少し迷ったか。さあ5球は5球目、打った、二塁ランナー三塁へ向かう、ボールは中継、高校チーム1点先制、タイムリー、高校チームなおもチャンスが続きます。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、第9、投げた、初球外れても、大きく外れました。第2球、投げた、ボール。カウントは2ボールノーストライクです。投球は3球目、投げました、ストライク。第4球を投げました、見送ってストライク。さあ投球は5球目、ボール。フルカウント、肩越しにランナー見た。次が6球目、打ちました、高木、ボールを掴んだ、二塁アウト、ショートから一塁送球アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。2回の裏が終わりまして1対0、高校チームまずは先制しています。ドラゴンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは斉藤、投げました、外角低め、縦のカード外れてボール。第2球、投げました、
低めボール球打った、フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター大島、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第9球投げました、打ちました、ファウルボール。第2球投げた、打った、ファール。追い込んでから投げた、ボール。これはわずかに外れています。カウント1ボール2ストライク、ボール、わずかに外れました。カウント2ボール2ストライクです。投げた、ストレートはボール、インコースへ。ボールカウント3ボール2ストライク、投げた、ここはフォアボールになります。フルカウントから結局フォアボールです。第9、一塁ランナー出た、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。第2球投げた、インサイド直球はボール、カウントは2ボール。第3球を投げました、インコース低め、外れてボール、カウントは3ボール。さあ4球目、見送ってストライク。第5球投げました、5球目ストライク。投球はこれから6球目、打ちました、これはショート正面、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは3番ルナ、今日2度目のバッターボックス。第9投げました、外角高め外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、内角低め見送ってストライク。追い込んで第4球をボール、外角低め、慎重に攻めてきます。カウントは2ボール2ストライク、打った、痛烈な当たり、セカンドライナー。ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって1対0、高校チーム1点リードは変わりません。高校チーム、この回は打順よく1番からの攻撃。バッターは第1打席はセンターフライに倒れています。初球見送ってストライク。第2球投げた、ボール、完全なボール球、カウントは1ボール1ストライクです。投げた、ストレートはストライク、タイミング合いません。第4球を投げた、外れた、ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げた、高めいっぱい見逃し三振。バッターは第9投げた、スライダーボール。第2球投げました、内角低め、フォークは外れてボール、カウントは2ボール。第3球を投げました、ストレートはボール、カウント3ボールのストライクです。第4球を投げました、4球目ストライク、ここは1球見送ります。第5球投げました、直球見送ってストライク。第6球を投げました、直球、空振り三振、2者連続三振。そして続くバッターは第9投げた、初球はストライク、まずは見送りました。初球ストライクから投げた、変化球ストライク、インローへ。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、アウトロー際どい球、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。打った、引っ張った、ライトの右、クリーンヒット。バッターランナー1塁蹴って、2塁も狙う、ツーベース。バッターは4番、高校チーム追加点のチャンスを迎えています。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、このボールも空振り、バッター追い込まれました。第3球一つ外した、ボール、バッターよく見ました、カウント1ボール2ストライク。第4球は打った、右中間へ持っていきましたが、がっちりキャッチ。横浜スタジアムからお送りしております、高校チーム対中日ドラゴンズ。3回の裏が終わりまして1対0、高校チームこの回0点に終わっています。ゲームは中盤4回に入ります。バッター矢沢投げた、ファームボール見送ってストライク。第2球投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク、投げました、ボール、
わずかながら外れています。カウンター2ボール1ストライクです。投げました。変化球ストライク、低め。さあ5球目、見送ってボール。ボールカウント3ボール2ストライク。投げました。打ちました。いい当たり。ボールはライナーに右中間へ。ヒット。ボールが点々と転がっている。ボールはセカンドへ。矢沢ツーベースヒット。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。さあ同点のピンチで迎えるバッターは大島。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール、わずかながら外れています。第2球投げました。ボール、カウンター2ボール。第3球を投げた。外角低めいっぱいストライク。第4球はインローに送ってストライク。追い込んでから第5球打った。強い当たり、入れば逆転だ。さらに伸びていく。見上げた。ホームラン。第42号逆転ツーランホームラン。白球が無情にも突っ込んで縦のカーブを完璧に捉えました。大島一振りで逆転。バッターは2000本安打の好打者和田。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた。縦のカーブ、ボール。第2球決まってストライク。投球は3球目。投げた。インロー際どい球、ボール。わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。投げた。打った。これは強烈。打球はそのまま伸びていく。チームメイトが迎えます。次のバッターは高木。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた。直球ストライク、アウトコースへ。まずは入れてきました。投げました。空振り。第3球はボール。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目。ボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました。見逃しの三振。バッターは2000本安打の好打者谷繁。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。1球目ストレート空振り。少し迷ったか。投球これから2球目。これも空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。一つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。外れた。ボール。カウント2ボール2ストライクです。投げた。打ちました。三遊間のゴロ取った。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターの斉藤。第1球投げた。ストライク。1球目ストライクから。第2球投げた。見送ってストライク。追い込んで投げた。見送ってボール。カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げた。ボール。平行カウント。第5球投げました。外れた。ボール。これはわずかに外れています。カウントは3ボール2ストライク。投げました。ストレート。空振り三振。4回の表が終わって3対1。この回2本のホームランで3点を失いました。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターはこれが2度目のバッターボックス。ボール。第2球投げました。低め。ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。ボール。低め。カウントは3ボールノーストライク。投げました。カーブ見送ってストライク。さあ5球目打ちました。立浪
イレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第9球投げた。打ちました。痛烈。伸びた。伸びて。バッター、今日2度目のバッターボックス。第9球低め際どいボール、ここはよく選びました。第2球投げた。打った。これはサード真正面、サードから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター、これが2度目のバッターボックス。第9球投げた。初球スライダー空振り。初球空振りから第2球、これもしかし空振り。第3球を投げた。見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、打った。高木ダイレクトでボールを掴んでアウト。4回までが終了しまして、3対2高校チーム、この回1点を返しました。ドラゴンズ、この回1番からの好打順になります。バッターは大島。今日はショートライナーとフォアボール。高校チーム、ピッチャーを交代します。降板ルーキーの今日2人目のピッチャーとして登板です。第9球打ちました。ファール。第2球決まった。ストライク。第3球は1球外した。ボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げた。インハイ。空振り三振。2者連続三振になりました。第9球投げました。初球空振り。第2球投げました。ボール、わずかに外れました。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。ボール。カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目、打ちました。ショートの右、ボールを取る。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッタールナ。第9球投げました。内角際どい球、ボール。第2球投げました。ドロップはボール。カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げた。ボール。膝元外れます。カウンター3ボールノーストライク。投げた。4球目ストライク。ここは1球見ます。第5球投げた。5球目空振り。タイミング合いません。第6球を投げた。外角低め、空振り三振。サワンがうなります。上位打線を三者凡退に仕留めています。5回の表が終わって3対2ドラゴンズ、現在1点をリードしています。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター代打はに変わりまして、背番号19。第9球アウトロー、外れてボール。バッターよく見ました。第2球見送ってストライク。第3球を投げた。打った。立浪掴んだ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは今日はセンターフライと三振。初球フォークボール空振り。タイミング合いません。第2球投げました。アウトコース高め、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。1球外してボール。ここはよく選びました。カウントは1ボール2ストライクです。投げました。ストレートはボール。カウント2ボール2ストライクです。次は5球目、低めボール球打った。当たり損ない。セカンドから1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。そして次のバッターは第9球
ボール。第2球投げました。外角高め、空振り。第3球は低め、外角ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。三振。最後は空振り三振に倒れました。前半が終わりまして3対2、ドラゴンズ1点リードは変わりません。高校チームピッチャー交代です。マウンドを降りまして切れ味抜群の変化球投手、今日3番手としてマウンドに上がります。ゲームは後半に入ります。バッター矢沢、打ちました。初球打ち、ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは大島。第1球投げた。初球空振り、少し迷ったか。1球目空振りから投げた、アウトロー際どい球、ボール。これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、打ちました、取った。ピッチャーから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッター2000本安打の好打者和田、投げた、ボール。わずかに外れました。第2球投げた、ストライク。第3球を投げました、アウトロー見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、破ってった。ボールは中継、和田ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。バッターは高木、今日はセカンドゴロと三振。第9球初球ドロップ、空振り。初球空振りから第2球、ファーストランナーをちらっと見て追い込んでからアウトコース低め、ストレートは外れてボール。これはわずかに外れています。カウントワンボールツーストライク。第4球はボール、アウトローへ。カウントはツーボールツーストライク。投げました、打ちました、ピッチャー返し、うまくカットした。自らベースを踏んでスリーアウト。一塁ランナー和田残塁に終わりました。6回の表が終わって3対2、ドラゴンズこの回無得点です。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター今日3打席目、スライダーはストライク。第2球ストレートはボール、インコース低め、バッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク。3球目空振り、バッター追い込まれました。追い込んで第4球を投げました、インコース引っ張った、ファースト左へのゴロ、斉藤取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた、外れた、ボール。第2球見送ってボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、打った、センターの頭上掴みました。これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは第9球投げた、初球打ち引っ張った、入れば同点だ。スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、膝元外れてボール。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。インロー、スライダーは外れてボール、ツーボールワンストライク。バッティングカウント、投げた、ボール。カウントはスリーボールワンストライク。第5球投げました、打った、内野ゴロ。矢沢ボールを取る、矢沢そのままベースに入ってスリーアウト。横浜スタジアムからお送りしております。高校チーム対中日ドラゴンズ、10番まで終了しまして3対2、ドラゴンズ1点リードは変わりません。ゲームはこれから終盤に入ります。バッター2000本安打の好打者谷繁、今日は三振とサードゴロ。高校チームピッチャーを変えてきました。降板ルーキーの今日4番手としてマウンドに上がります。第9
ました。初球外れてボール。第2球投げました。インロー際どい球ボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライク。投げました。ストレート空振り。第4球を投げました。打ちました。これはいい当たり。さらに伸びていく。レフトセンター見送った。ホームラン。第4号ソロホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった。渾身のストレートを完璧に捉えました。4対2、ドラゴンズリードを2点に広げます。バッターは代打森野。第9ボール。第2球インコース低め、フォークは外れてボール。カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目。内角低めボール。カウントは3ボールノーストライク。内角低め見送ってストライク。ここは1球見ました。次は5球目打った。ピッチャー返し。そして今拾い直した。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは大島。第9投げた。初球空振り。第2球投げた。低めストライク。投球はこれから3球目。ボール。カウントはワンボールツーストライクです。さあ4球目打ちました。ライナー破った。ボールは中継。大島ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。第9一塁ランナー走った。キャッチャー二塁送球間に合うか。これでランナーなくなりました。第2球投げた。外角高めの直球はボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。ストレートはボール。カウントはツーボールワンストライク。次が4球目投げた。アウトコース高めいっぱいストライク。追い込んでから投げました。もうボールカウント3ボール2ストライク。投げました。ボールフォアボール。バッターはルナ。今日はここまで3打数1安打1三振。第9投げました。ボール。慎重に攻めてきます。第2球投げました。ボール。これはわずかに外れています。カウントは2ボールノーストライク。投げました。インコース高めストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げた。決まった。ストライク。投球これから5球目打った。これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。レフトに送った。ホームラン。第27号ツーランホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。ヒットだったでしょうか。完璧に捉えられました。6対2ドラゴンズリードを4点に広げます。バッター矢沢。第9球1球目ストレート空振り。第2球投げた。これは引っ掛けた。ファーストの頭上。ファーストキャンバスの後方ボールをつかみました。7回の表が終わって6対2。この回2本のホームランで3点を失いました。斉藤マウンドを降りまして左の岡田今日2番手としてマウンドに上がります。7回の裏高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターこれが3度目のバッターボックス。さあ次の投球空振り。第3球を投げた。変化球ストライク。アウトコースへ追い込んで第4球を打ちました。セカンド正面アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッター今日3打席目。第9球初球を打ちました。これは内野フライ掴みました。これで2アウトランナーありません。バッターこれが3度目のバッターボックス。ピンチヒッターはに変わりまして背番号22
第9球低め際どいボール。第2球外角低めボール。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、打ちました。立浪掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム結局この回3人で攻撃が終わっています。7回の裏が終わりまして6対2、高校チームラッキーセブンは無得点で終わりました。高校チームピッチャーを交代します。降板ルーキーの今日5人目のピッチャーとして登板です。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッター大島、今日2打点を挙げています。初球空振り。第2球投げた、低めストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げました、打ちました。あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2000本安打好打者和田、今日はホームランを打っています。初球を打った、よく取った。一塁送球、華麗にさばいてツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、ボール、わずかに外れました。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、スローカーブ、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ。掴んでこれで3アウトになります。この回きっちりと3人で抑えています。8回の表が終わって6対2、ドラゴンズスコアボードに0が入ります。岡田マウンドを降りまして、ルーキーの又吉、今日3人目のピッチャーとして登板です。高校チームこの回の攻撃はラストバッターから始まります。切り札、高校チーム代打構成に出ます。第1球投げました、初球外れても1球外します。投げた、空振り。投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球は空振り三振、バットアウト。アウトコースの変化球にやられました。第1球投げた、ストライク、まずは見送りました。初球ストライクから第2球スライダーボール、カウントワンボールワンストライク。投げた、打ちました、ピッチャー返し。又吉今拾った、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターここまで2打席連続三振。第1球投げた、ボール、これは完全なボール球。第2球投げました、外れた、ボール、カウンター2ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、外を際どい、ボール。バッターよく見ました、カウントは3ボール1ストライクです。スライダー見送ってストライク。次は6球目投げました、打ったい当たりだ、センターへの打球、ヒット、ヒットを放ちました。バッター今日4度目のバッターボックス、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球投げました、初球から打ってった、一二塁間への当たり、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁に終わりました。8回までが終了しまして6対2、ドラゴンズ4点リードは変わりません。高校チームピッチャー交代です。降板、切れ味抜群の変化球投手、今日6人目のピッチャーとして登板です。代打は中村。第1球投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、ボール、外角へ、わずかに外、カウントワンボールワンストライク。投げた、ストレートはボール、カウントは2ボール1ストライク。投げた、ストライク、膝元厳しいところ。
第5球投げた、アウトロー、パーム外れてボール、カウントは3ボール2ストライク。投げました、得意のストレート、空振り三振、バットが空を切りました。バッターの代打エルナンデス。第9投げました、低めストライク、落ちる球に全くタイミング合いません。第2球投げました、ストレートに送ってストライク、まずは簡単に追い込んでいます。第3球を投げました、1つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、打った、余裕があります、しかしこれは距離が出ないライトフライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは大島。第9投げた、見送ってボール。第2球打った、ピッチャー返し、ナイスプレー、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、三者凡退に抑えています。9回の表が終わって6対2、ドラゴンズ無得点で終了です。又吉マウンドを降りまして、マウンド上は福谷、今日4人目のピッチャーとして登板です。9回の裏、4点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。バッター、これが4度目のバッターボックス。さあ次の投球、もう2球目も外してきます。第3球を投げた、チェンジアップ見送ってストライク、投げた、空振り、タイミング合いません。第5球投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、高木ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、第9投げた、スライダーボール。第2球投げました、まっすぐ空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、インコースのボール左へ、打球はレフトの左へ、ヒットになります。打球が転がっている、ツーベースヒットを放ちました。チャンスをものにできるか。第9投げました、初球空振り、肩越しにランナー見た、セカンド牽制球です。タッチはセーフ、二塁はセーフ。第2球打ちました、セカンドの頭上ヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった。高校チーム点差を3点に縮めました。高校チーム見事チャンスをものにしました。バッターは第9投げました、もうまずは様子を見ます。第2球投げました、空振り、投球はこれから3球目、高めボール、2ボール1ストライク、バッティングカウント。第4球を投げた、おっと打ってきた、サードライナー、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。そして続くバッターは第9投げた、外れたボール、初球様子を見てきました。第2球投げた、ボール、外角高め、カウンター2ボールノーストライク、投げた、変化球ストライク、インコースへ、タイミング合いません。次が4球目、投げた、ストレートはボール、内角低め、ここはよく選びました。カウントは3、選んでフォアボール、ランナー2人を置いて迎えるバッター
第9投げました、打ちました、初球打ち、一、二塁間ライナー破っていった、ボールは中継、ヒットを放ちました、初安打。バッターは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9初球外れても、初球外してきました、一塁へ一つ牽制球を送りました、タッチはセーフ。第2球ランナー走った、ボールを二塁へ送った、これは悠々セーフ、盗塁成功です。今シーズン40個目の盗塁を決めています。外野手は前の方に守備位置を取りました、投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、ボール、バッターよく見ました、カウントは3ボール1ストライク。次は5球目、投げました、ここは歩かされます。バッターは3番、一打サヨナラの場面を迎えています。まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ。第9投げた、初球空振り、1球目空振りから投げた、打った、これは強烈、いった、結実しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついにリーグ優勝にたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。セリーグを制した高校チーム、お伝えしてまいりましたセリーグ優勝決定戦は、高校チーム見事リーグ優勝を成し遂げました。次はいよいよクライマックスシリーズということになります。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。